ていうか仕事をしている感じはしない。自分が与えてこそ得られるものがある。ゆっくりしてたら 20代終わっちゃうなって。以上、日本の食産業にロマンを。日本の食産業にロマンを。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は2年目で、名古屋支社の立ち上げとリーダーをされてる方に密着させていただきます。結構そのマインドが決まってるなっていうエピソードであったりとか、これぞ成長企業みたいな形ですごい面白い方だったので、ぜひ皆さん最後まで見ていただけたらなと思ってます。で、最近就職活動を始めた就活生の市川さんも同席させていただきます。じゃあ行きますか。はい、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。本日は株式会社クオレガの唐沢と申します。株式会社クオレガは食産業に特化した採用プラットフォームの提供や採用コンサルティングを行う企業です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。おはようござい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 ます。作っていくのが我々の企業理念です。以上、日本の食産業にロマンを。日本の食産業にロマンを。ポリシー、情熱と誇りを持ち感動ある仕事を。情熱と誇りを持ち感動ある仕事を。この新コミットを約束、ゴールを明確に決定的に持ちます。コミットを約束、ゴールを明確に決定的に持ちます。ユナイトを結び、この手を生かしたチームワークを大事にします。ユナイトを結び、この手を生かしたチームワークを大事にします。以上です。すごい。どうですか、石川さん。すごい、なんか入りたくなっちゃいます。なかなか僕いっぱい企業取材してるんですけど、こんな感じで勢いよく調和してる企業初めてです。はい、いや、なんかその勢いに、はい、一緒のなんか乗りたくなります。次はどちらに。あ、次は既存のクライアントさんに新規提案をさせていただきに行きます。仕事はやっぱ好きですか。仕事は好きですね。なんて言うんだろう、好きっていうか仕事をしている感じはしない。へえ、最高ですね。それやっぱ自分が与えてこそ得られるものがある。マインド決まってますね、さっきから。今日の目標とかありますか、この商談で。目標はでもそうですね、普段からお世話になってる企業さんで、うん、名古屋に来てからも3人ほどですかね、採用の支援させていただいてて、うんうんうん、なんで、この方々がご活躍しっかりされてるかとか、うん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 、あとこっからどんな人材が欲しいかとかっていう、募集要項もうちょっと詳しくして、うちの方でもより細かく密に精査させていただいて、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。打つの早いですね。あ、本当ですか。はい、時間もったいないって感じ。あ、マジで時間もったいないです。本当にそうですね。ご飯も結構秒ですね。10分ぐらいです。ゆっくりする時とかないですか。あんまりないかもしれないです。なんか基本的に、これ弁当ですけど、こういうスタンスで食べながらこんな感じなんで、基本的にはキリしてたら20代終わっちゃうなと思います。お昼一応12時1時なんで、いかに早く食べて後の時間を本読むとかに費やすかっていうのを結構意識してる。一人じゃないじゃないですか。とかもあるんで。そうですね。半日終わって、なんか感想とかありますか。今までで結構一番刺激受けてるっていうぐらいかっこいいです。人生で一番ですか。いや、人生で一番です。まず、おこんな感じで。めっちゃ豪華。しかもなんかちょっと気になるんですけど、はい、細長いですね。あ、そうなんです。これ、実はこのビジネスバッグに入る、はい、この縦にして入るサイズなんですよ。なるほど。なんでこういうちょっと汁物系とかが横になると垂れちゃうんで、サイズ的にもいいかなと思って。へー。ちょっとステンレスも抗菌素材なんで、はい、万が一これが時間忙しすぎて食べれなかった時に5時ぐらいでも大丈夫かなって。おー、じゃあ働くことに特化したお弁当。そうなんですよね。なんだろう、お弁当一つとってもこんなに考え込まれてるんだなと思って。面白いです。食べながらパソコン見たりもされるんですね。そうですね、基本的にはこの状態では絶対ないです。即列できるように。そうですね。とか、その東京にこっからここのサイズのモニターがあるんですけど、うん、そこに全社の売り上げが出るんですよ、うん、名古屋支社って言ったらもう唐沢なんで、うん、自分の売り上げた数字がドーンって出て、
それが 120% 達成、140% って達成してればいいんですけど、未達ですとかってなると、なんかそういうなんか重荷みたいなとか、うん、重圧はめちゃくちゃありましたし、うん、やっぱ人一倍その承認欲求とかプライドとかも高いんで、なんか周りからそういう風に見られるのは嫌だっていうのはあったりして、そこの不安ストレスみたいなのがめっちゃあったりします。うん、普段の唐沢さんどうですか？先輩のくじけたエピソード、はい、で絶対に最初に名前が上がるのは唐沢リーダーで、絶対に泣くエピソードを聞くのも唐沢リーダーしかいないんですね。へえ、まあ、私も結構唐沢リーダーにこう唐沢リーダーってなるから唐沢リーダーって唐沢リーダーすごく見てくださるんです、後輩のこと。へえ、それこそ私がテストに合格した時とか、うん、正社員として役職でデビューした時とかも、うん、いつも連絡をくださるんですよ。加藤さんおめでとうみたいな、これから大変なことがあるけどすっごいちゃんと何ボンって、長文で、ね、私それで泣いてマインドがやっぱ先輩としてあるんやっぱ結構あの密な関係なんですね。なんかウェットな関係というか、自分が多分悔しがっててみんながこうサポートしてくれたり支えてくれるような人たちがやっぱいっぱいいるんで、うん、なんかそういう部分も含めて自分もウェットにしていきたいっていうか、うん、っていうのはありますね。はい、原田さん今からは何の？これからはですね、あの転職を検討されている方に、はい、あのご転職活動のサポートと、はい、あとご経歴とか希望を聞いた上で求人のご紹介を、うん、ちょっとウェブであの Zoom の方で進めていく形になります。2時間ほどです。1人で2時間ですか？そうですね、1人当たり大、まあ、1時間半から2時間ぐらいお仕事をして。そんな長いんですね。はい、やってますね。疲れないですか？もう全然疲れないです。普通に最後の方とかやっぱ仲良くなってくるとなってくるんで、一人一人にこの1時間半2時間とかっていうのももうすごすぎるっていう感じにもすごすぎるその商談もやって、その求職者の方とも面談もしてみたいな、どっちもやるんですね。そうですね、こうやって話した中でなんかこの人だったらあの人と話したら合いそうだなとかもマッチできるのが一つ特徴。あ、お世話になってます。ありがとうございます。改めてフーズラボエージェントを運営しているクオレガの唐沢と申します。本日はよろしくお願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。ここが唐沢さんの席。空いてたんで、東京はどこでもって感じ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。です続いて、名古屋ですね、唐沢リーダーからご報告お願いいたします。はい、11月の進捗でいくと 74.9%、 12月が 108.2%。 ちなみになんですけど、はい、あの普段の唐沢さんになんか一言なんか改善ポイントとかってもしあるの？インターンの頃から今も現在もお互い拠点は違うんですけど、もう切磋琢磨でもお互いを鼓舞し合ってみたいな状況で、私は同期でよかったなと思ってます。絶対に泣くエピソードを聞くのも唐沢リーダーしかいないんです。今までクオレガにいた人の中で一番チャレンジングなことを多分彼はしてると思うので、難しいこともたくさんあると思うんですけど、めげずに頑張ってほしいし、まあ福岡は福岡で頑張ってるので名古屋も名古屋で頑張ってほしいなっていうのが今すごく思っていることかなと思います。寂しいです何の寂しさですか？3月から、はい、あの名古屋拠点任せてもらって、で、まあ、東京の人もこんなに広くなくて、うん、やっぱり20人30人規模でやってたところが、うん、まあ、オフィスが拡大して、うん、組織がこう拡大したんで、自分もあの一般職からリーダー職という形で役職をもらったんですけど、やっぱ皆さん今いらっしゃった方々も全員役職を持ってて、その中の一員にさせていただいてるっていうのもそうですし、うん、でその方々の中で自分も2年目で混ぜて一緒にその全社の個数字とか売り上げを追っていけるっていうところもそうですし、みんなで一緒にこう作っていってる感じが非常に今すごく感じ取れて、うん、なんかあったかい目線と雰囲気、うん、オーラをいただいて。
ちなみに唐沢さんを採用した理由とかお聞きしてもよろしいですか？ああ、そうですね。もちろんパッションというか、はい、情熱が非常にあることだなと思ったので、うんうん、まあ、ちょっと当時は仕事をできそうな感じはちょっとしなかったんですけどとにかく思いがあったので、これは成長するなっていうので、はい、はい、採用させていただきました。ちなみに佐藤さんの中で今後採用でこういう人採用したいみたいな、はい、教えていただいてもいいですか？そうですね、やっぱりもうね、唐沢くんのような人をたくさん採用できればなとは思うんですけども、はい、やっぱり一番採用したいポイントとしてはやっぱりその情熱ですね。情熱、パッション、パッション、はい、はい、当社の情熱と誇りを持ち、感動ある仕事っていうポリシーがあるんですけども、まあ、やっぱりまあ情熱を持って働いてくれる方、あとはやっぱりまあね、今こういう世の中なので、日本をもっと良くしていきたいとか、日本の価値をこう上げていきたいとかね、そういう思いを持ってる人と一緒に働きたいなと思っております。原沢さん、はい、本日は長い間ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました、はい、今日で唐沢さんのファンになりました。え、もう大ファンです嬉しいですということで、じゃあ我々はちょっと先に失礼します。わかりました、少しだけ残っていきます、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。